高野岩三郎高野岩三郎から1949年4月5日は日本の社会統計学者、社会運動家。長崎県西園議郡長崎区銀屋町出身。兄は高野ふ太郎。慶応義塾幼稚者、教立学校、第一高等学校、東京帝国大学法科大学卒業。大学は兄のアメリカからの仕送りで何とか卒業できたという。 1904年に法学博士の学位を授与される。ミュンヘン大学留学で統計学を学び、1903年に東京帝国大学法科大学助教授。政治学者で後に東大総長となる小野塚貴平次郎と社会政策学会を設立、学会内の最左派として活動した。また、日本文化人連盟を結成。東京帝大では、 法学部からの経済学部独立に尽力した。弟子には、森戸達夫、大内ヒョエ、マイーデ・長五郎など、後に著名となる多くのマルクス経済学者がいる。1919年、東京帝国大学経済学部成立の年に、政府の要請により国際労働機関代表に任命されたが、大日本労働総同名友愛会などは、労働界から選出すべきであると非難。 同じ意見を持っていた高野は本来無関係のはずであったが筋を通して日本代表と共に東大も辞職した。翌1920年、壊れて大原社会問題研究所の設立に参加。設立時から没年まで所長を務める。大原社権では日本最初の労働者家計調査を実施、労働問題を研究。1二十八年十二月に本体が、 結成され委員長となるが、翌年同等は分裂。戦後、鈴木安三、森戸達夫、馬場常子らと憲法研究会を設立、憲法総案要項発表。高野は最長老として最も過激な意見を述べたと言われる。この憲法総案要項は、後に連合国軍最高司令官総司令部で憲法総案を作る際に参考とされ、 日本国憲法との類似点が指摘される。高野は、これとは別に大統領制、土地国有化などを盛り込む、日本共和国憲法支案要項を発表。自身の所属する憲法研究会を含め、天皇制存続を容認する潮流を、囚われたる民衆と称して、批判、天皇制廃止を主張した。1946年日本放送協会第5代、会長。 敗戦後 GHQ による厳しい検閲に協力した5100名にも及ぶ日本人グループのリーダー格だったのが高野であり、このことが高野の戦後初代 NHK 会長就任につながっている。NHK の会長に就任した高野は1946年4月30日に行われた就任挨拶で権力に屈せず大衆と共に歩み、 大衆に一歩先んずるとする放送のあり方を解き、民主的な NHK を目指したが、GHQ の占領政策が反響に転換したこと、人気半ばにして高野自身が死去したことで、挫折してしまった。1948年日本統計学会初代会長。日本社会党の顧問でもあった。妻は、ミュンヘン留学中に知り合った、ドイツ人女性バルバラカロリナ。 滞在中の1902年に娘のマリアが誕生し、1906年に日本で入籍。マリアはマルクス経済学者の宇野幸造と妹の雅子は物理学者の野上茂吉郎と結婚した。茂吉郎の両親は野上とよ一郎、ろやよい子夫妻。ありがとうございます。